ははい次は音程についいいてお話ししたいと思います、まあ、音程はですねやっぱトランペットにとっては最大の壁と言えるぐらいハードルの高い問題かもしれないんですけれども、まあ、僕もあの日々苦戦しながら、えー、トレーニングを積んでいます。でやっぱり音程を合わせる時チューナーと合わせる時であったりとか人と吹いて合わせる時の大前提というのがやっぱりあると思って。